休憩前に引き続き会議を再開いたします。小林議員。皆さんこんにちは。会派会行の小林隆です。それでは通告書に従って質問します。1番目は子どもたちが安心して学び続けられる教育環境の整備についての質問です。ギガスクール構想とはこれからの時代に向けた教育環境の整備や最適な教育を実現するための構想です。具体的には1人1台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで特別な支援を必要とする子どもを含め多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく公正に個別最適化され資質・能力が一層確実に育成できる教育環境を目指しています。またこれまでの日本の教育実践と最先端のベストミックスを図ることにより教師・児童・生徒の力を最大限に引き出すことが求められています。ギガスクール構想のメリットは授業の幅が広がることです。インターネットを利用した検索による調べ学習や海外などの遠方の学校とのビデオ通話を通じたコミュニケーションなどアイデア次第で授業の幅は大きく広がります。また生徒同士、教員と生徒間の情報共有がスムーズになることもメリットの一つです。連絡事項、授業の内容、アンケートの回答など必要に応じてさまざまな情報をデータでやり取りできます。従来の口頭やプリントなどによるやり取りに比べて確実でかつ履歴も残るため管理がしやすくなります。一方でギガスクール構想のデメリットは手書きによる学習機会が失われることです。学習ツールがこれまでのようなノートと鉛筆からパソコンやタブレットに変わることで手書きで文字や絵を描く機会が減ることから手書き学習によるメリットが得られなくなるという危惧があります。手書きには何度も繰り返し書くことで記憶に残ることや要約力、理解力などの向上が学習効果として期待されています。手書きの機会が完全に失われるわけではありませんが大きく減少することが予想されこれらの効果が少なくなることを危惧しています。また SNS などのトラブルなどのリスクに遭いやすくなることも考えられます。ギガスクール構想の推進以前から子どもたちの SNS によるいじめや性犯罪被害、スマホ依存といったトラブルがありました。ギガスクール構想の推進によって学校にいる間もデジタル機器やインターネットに接するようになることからこうしたトラブルのリスクが上がるのではないかという懸念があります。こうした中、2021年1月より光市立小中学校にタブレット端末等が導入されましたが、これまでの活用状況及び最適に活用する上での課題をお示しください。次に、光市立小中学校にタブレット端末が導入されて以降、デジタルを活用した学びの確保や教職員の働き方改革に積極的に取り組まれてきましたが、児童・生徒の学びの姿勢や教職員の働き方にどのような変化が見られてきたのかお示しください。2番目はコロナ禍における部活動と今後の展望についての質問です。部活動は生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであり、学習意欲の向上や責任感・連帯感の寛容等に資するものであり、学校教育の一環として学習指導要領に位置づけられた活動です。また部活動に参加する生徒にとってはスポーツ、芸術、文化等の幅広い活動機会を得られるとともに体力や技能の向上に資するだけではなく、教科学習と異なる集団での活動を通じた人間形成の機会でもあります。部活動は多様な生徒が活躍できる場であり、豊かな学校生活を実現する重要な役割を担っています。一方、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って全国各地で部活動の時間短縮や対外試合が中止されるなど、生徒の貴重な活動機会が失われています。また一部の保護者からは
コロナ禍で部活動を行っても大丈夫なのかとの声があり、部活動に対する漠然とした不安が高まりつつあります。これらを踏まえ、部活動をより安全に行うためのルールについてお示しをください。またコロナ禍における部活動の課題についても併せてお示しください。現在、学校の働き方改革を踏まえた部活動改革において、休日の部活動の地域移行が進められています。地域への移行は確実に行うためには、休日の指導等を担う地域人材の確保とその育成、また地方自治体や保護者による費用負担と国による支援、さらに休日の地域部活動を推進する拠点校の整備などの課題を解決していかなければなりません。一方、休日の部活動を地域に移行することにより教師の長時間勤務の解消が期待をされています。このような状況を踏まえ、山口県内の一部の自治体においてパイロット的に休日部活動の地域移行に取り組まれておりますが、その状況をお示しください。また今後改善すべき課題についても併せてお示しください。3番目は、誰もが安心して暮らし続けるための人生設計の構築についての質問です。日本は1970年に高齢化社会に突入しました。その後も高齢化率は急激に上昇し、1994年に高齢社会、2007年に超高齢化社会に突入しました。ちょうどその頃、ライフデザインという言葉をよく耳にするようになりました。ライフデザインとは、自分の本来の動機、価値観に基づき、人生の生き方を描くことです。また、ライフデザインを描く目的は、自分の幸せを実現するためであり、ライフ、キャリア、ファイナンスの3要素を総合的に勘案し、自身のライフデザインを描く必要があります。しかしながら、国民のほとんどが自身のライフデザインを描けていないとの報告もあることから、私たちは一度立ち止まって自身の幸せを考える機会が必要だと思います。2008年のリーマンショック、そして2020年から続いているコロナショックなど、私たちを取り巻く環境は厳しさを増しています。また、新型コロナウイルスの収束後には、財政再建や社会保障の財政確保という大義名分のもと、消費増税や年金改革が予想されており、いずれ来る厳しい老後にどう対処するかは重要な課題です。こうした中、例えば資産運用といったことについて考える機会を作り、市民一人一人が状況に応じたライフデザインを描くことにより、安心して暮らし続けることにつながると思います。市民一人一人がライフデザインを描くための学習機会の提供について見解をお示しをください。現役時代は仕事や家事に忙しい毎日ですが、その中で仕事時間は仮に年間250日働き、1日に移動時間を含め10時間使うと、40年間で約10万時間となります。一方、退職後のセカンドライフは労働も通勤もないことから、睡眠、食事などに費やす10時間以外の14時間を自由時間と仮定しますと、退職後20年間で約10万時間となります。これらを踏まえ、退職後のセカンドライフをより充実させるためには、将来どんなふうに過ごしたいかを早めに模索し、生きがいを作ることが重要です。そのためには、退職後の自身の価値観を理解し、例えば地域における自身に分かる役割が何かといったことを考える機会が必要と考えますが、見解をお示しください。また、退職後のセカンドライフを満喫している市民の体験談を広く市民に周知することにより、市民のセカンドライフに対するマインドチェンジにつながると考えますが、見解をお示しください。キャリアデザインとは、自分の仕事人生を自ら構想することです。1990年代のバブル崩壊以降、企業合併や買収の日常化、事業転換、さらに終身雇用の根底が崩れました。また、21世紀に入ってからは、雇用の多様化による非正規社員の増加、定年延長、定年廃止など、労働者を取り巻く環境は目まぐるしく変化をしています。このような変化に伴って、昨今、自律的にキャリアデザインをする能力が求められています。これらを踏まえ、
市民一人一人がキャリアデザインを考える機会が必要と考えますが、見解をお示しください。これをもって壇上での質問を終わります。伊藤教育長。皆様こんにちは。それではご質問の1番、子どもたちが安心して学び続けられる教育環境についての1点目、タブレット端末等の活用状況と課題についてお答えをいたします。まず昨年1月から一斉に運用を開始した児童生徒1人1台タブレット端末の活用状況についてでありますが、まずは使ってみて慣れるという考え方のもと、児童生徒も教職員も数多く使いこなすことで、その使い方を習得することを目指してまいりました。昨年5月に行われた全国学力学習状況調査における昨年度までの授業で、コンピューターなどの ICT 機器をどの程度使用しましたかの問いに対して週1回以上と回答した小学生の割合が全国平均の 40.1% に対して、本市が 68.3%、 中学生は全国平均の 33.4% に対して本市が 65.7% という結果が現れており、全国的に見ると比較的円滑な導入が図られたと捉えています。また機器の選定や運用に先立って設置した光市教育先端技術チーム、通称ヒートと教育開発研究所が一体となって ICT を活用した授業づくりに関する実践研究を積み上げていることなども注目され、昨年10月には山口県及び県内19市町のすべての教育長が光市に集い、学校視察も兼ねた教育庁会議が行われたところであります。議員お示しの通り、 ICT の効果的な活用により授業の幅は大きく広がります。特に本市が導入している授業支援アプリケーションは、児童生徒一人一人の学習状況を教師がどこにいてもリアルタイムにモニタリングでき、また教師がモニタリング画面から個別にアドバイス等を返すことができるので、一人一人がどこまで進んでいるか、どのような考えを持っているか、どこでつまずいているかなどをリアルタイムに把握し、それを受けて個別にコメントを送ったり意見を発表させたり、また児童生徒同士で答えを見合ったり採点し合ったり教え合ったりといった共同学習を仕組むことができます。こうした活動を1時間の授業の中で効果的に取り入れながら、いかに学びの質を高めていけるかを研究しながら授業を行っているというのが現在の状況であります。また市内では伊藤校をテーマに複数の学校がオンラインでつながる伊藤校サミットや、伝統芸能を市外の学校とオンラインで互いに披露し合う文化交流活動といった独創性ある取り組みが展開されているほか、中学校の生徒総会などでは生徒が自ら作成したプレゼンを用いて発表したり、アンケート機能を用いて採決等のリアルタイム集計を行ったりするなど、子どもたちのアイデアによる工夫もさまざまな場面で見られるようになってきています。このほか現在各学校とも児童生徒の発達段階に応じてタブレット端末の家庭への持ち帰りを進め、臨時休業等の非常時に備えているところです。次に課題についてであります。その一つは ICT の効果的な活用に向けた教職員の資質能力の一層の向上であります。本市教職員の ICT 活用スキルについては、基本的な技能はこの1年で確実に向上しているものの、活用のバリエーションを広げたり不測の事態へ対応したりすることについては、今後も研修等で取り組んでいく必要があると考えています。
こうした課題へ対応するため、現在教職員のICT 活用スキルに関する到達目標を段階的に示す授業者用スタンダードを開発するとともに、これに関連して教職員の ICT 活用スキルの向上を支援するためのポータルサイトを作成しているところであります。このサイトには授業者用スタンダードに対応した活用方法やスキルについての動画による研修教材や実践事例を多数搭載することとしています。課題の2つ目が児童生徒の ICT 活用能力の育成であります。新学習指導要領では情報活用能力を学習の基盤となる資質能力と位置づけ、教科横断的に育成する旨が明記されています。本市ではこの情報活用能力を具体化した到達目標を整理し、教職員用の授業者用スタンダードと同様に現在学習者用スタンダードとして作成しています。例えば基本的な操作等に関してはインターネット検索による情報収集の方法や入力や出力に関するツールの特徴やその使い分け方など、また情報モラルに関してはパスワードによる個人情報を管理することや情報の利便性や危険性を理解することなどについて発達段階に応じた目標を示しており、これを参考にしながら各学校が取り組むことにより市内の子どもたちの情報活用能力の水準を高めていくことを目指しています。続いてご質問の2点目、タブレット端末と導入後の児童生徒の学びの姿勢と教職員の働き方の変化についてであります。まず児童生徒の学びの姿勢についてでありますが、タブレット端末の導入をきっかけに子どもたちの授業中の表情が大きく変わってきたというのが私の印象であります。例えば一人一人の進度や達成状況に応じた AI ドリルを使った学習の場面では、個々の理解や自分に合ったペースでの学習が可能となるため、これまで以上に意欲的に学習に取り組む子どもたちの姿が見受けられるようになりました。また自分の考えをまとめ発表する場面においても、タブレット端末を活用して図式化したり資料を自分で作成したりして表現することにより、子どもたちの思考がより深いものになったり、より分かりやすい表現活動が行われたりすると同時に、それにより子どもたちが学ぶことの面白さをより実感できるようになってきたということが特筆すべき点であると感じています。次に教職員の働き方の変化についてでありますが、まず授業支援アプリケーション等を活用することで資料の印刷などの業務負担が減るとともに、大型提示用モニターが教室に配備されたことにより視覚資料の提示などが簡易になったことは、日々の授業を準備する教職員にとっては大きな負担軽減となっています。教職員のタブレット端末も LTE モデルを使用していることから、教職員がどこにいても授業の準備やワークシートのチェックなどが可能となっており、このことも業務改善の一助となっています。またチャット機能を用いて職員内の情報共有や連絡を行ったり、資料を印刷せずにデータとして閲覧しながら職員会議を行ったりしているほか、学校間での情報共有が瞬時にできるようにもなり、業務の効率化とともに危機管理等にも役立っています。さらにコロナ禍において研修会や会議等へのオンラインでの参加が日常化しています。移動時間等の削減は業務負担の大幅な軽減につながっており、今後も可能な限り活かしていきたいと考えています。教育委員会では新年度より機器ソフト、推進体制、到達基準の一体的な整備をギガスクール光と銘打って、これを充実させていくことにより児童生徒の豊かな学びの保障と教職員の働き方改革の推進につなげていく考えであります。
引き続き ICT の可能性を最大限に引き出すとともに、子どもたちの健康面への影響やインターネット上のトラブル等にも十分留意しながら、学校教育のさらなる質の向上を目指してまいります。以上であります。小林議員。はい。まずデジタルを活用した授業内容については、全国に比べて光市が高い数値、高い頻度で使われているということを理解ができました。でまた、どこでもモニタリングできる、教師の方がモニタリングできるというアプリを使った授業というところについても内容も分かりました。でさらにお互いを支え合うような共同学習が行われていることも理解ができました。それと学びの姿勢、教職員の働き方についても、例えば学びの姿勢であれば表情が変わって、例えばエアドリルを活用して自分のペースで学習できる、そして生徒自らが考えて図式化をして資料を作成してプレゼンをする、非常にこう前向きな取り組みが理解ができました。で教職員におかれましても、やっぱり ICT を活用した職員会議の開催、あるいは資料の用意をする軽減というところについては、長く続ければ続けるほど効果が大きくなるというふうに思っていますので、引き続きお願いいたします。学校現場に ICT 教育が導入されて以降、一部の生徒、児童、教職員においてデジタルに関する苦手意識が一部見受けられています。でもこのような状況はできるだけ早く解消していくことが必要です。これらの課題を解消するためには、これまで以上に失敗を許容し、チャレンジを称賛する組織風土を醸成していかなければならないと思います。そのためには常日頃の生徒児童との質の高いコミュニケーションを推進していただき、子どもたちの本音の部分を引き出していただきたいというふうに思います。最終的には教職員だけが生徒児童にアプローチをするのではなく、生徒児童自らが教職員に相談する双方向のコミュニケーションを実現していただきたいというふうに思います。また生徒児童教職員の情報活用能力を高めるために、さまざまな取り組みをされていますが、定期的に個々人の状況というところを必要に応じて努めて把握させていただいて、きめ細やかなフォローというところもお願いしておきたいというふうに思います。ここで少し何点か再質問させていただきます。新型コロナウイルスの感染拡大に伴って全国各地で休業または学級閉鎖に追い込まれていますが、光市の状況についてお示しをください。また学級閉鎖、学年閉鎖、臨時休業となる判断基準についても併せてお示しをください。伊藤教育長。はい。まず今年度本市の公立小中学校におきまして、学校単位での臨時休業または学級学年閉鎖の措置を取った件数は全部で7件でございます。また、閉鎖や休業となる判断基準でございますが、これについては文部科学省が示すガイドラインにのっとって対応しておりますけれども、感染が判明した場合、まず濃厚接触者等の特定、そしてその検査結果が判明し全体像が把握できるまでの期間、休業等の措置を取ります。これは感染拡大を防ぐためにですね、まず把握するための休業措置ということになります。でこの場合、濃厚接触に当たると判断される人がいない場合には休業等の措置を取る必要がない場合もありますし、個々のケースによって休業等の日数や対象となる範囲、学校全体であるとか学年であるとか学級であるとか、その範囲もそれぞれのケースによって変わってまいります。次に、感染が拡大している可能性がある場合、特定された範囲を対象に感染を収束するための休業等の措置を引き続き取ります。で現行のガイドラインでは、土日祝日全体像の把握のために行った休業等の期間も含めて期間は5日程度というふうにされております。以上でございます。小林議員。はい。光市における学級閉鎖、学年閉鎖、そういうものが7件あったというところと、いわゆるそういう基準というところですよね、そこも少しお聞きをしました。
で、そこの中で基本的には文科省のガイドラインに沿って状況に応じて対応しているということもよく理解ができました。少しそういうあたりが保護者の方たちに伝わっていないというところもありますので、その辺については状況を見据えながらしっかりと発信をして、情報の発信をお願いしたいというふうに思います。新型コロナウイルスの感染拡大に伴って全国各地で休業または学年閉鎖に追い込まれ、一部の保護者からは子どもたちの学びの場が確保されているのではないかという漠然とした不安が高まりつつあります。仮に光市においても休業が発生した場合の対応が明確に示されていれば、このような不安の解消にもつながると私は思っています。先行きが不透明で大変厳しい状況が続いていますが、引き続き子どもたちが安心して学び続けられる環境の整備をしていただきたいというふうに思います。それともう一点、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて全国各地でオンライン授業の検討が進んでいますが、光市における検討状況をお示しをください。伊藤教育部長。はい、オンライン授業についてのお尋ねでございますけれども、オンライン授業につきましては現在本市においては、教育開発研究所の教育実践部会において研究を進めるとともに、実際に、臨時休業等の措置を取った場合、休業等の期間にもよりますけれども、オンラインによる授業を行っているケースも出てきています。具体的には、テレビ会議システムを活用いたしまして、画面越しに姿を映して会話をするという方法がございますが、これは主にはいわゆる朝の会、朝の学活や、児童生徒の健康観察を行う際の活用が効果的であるというふうに考えています。授業においては、本市では先ほど答弁で申し上げました授業用アプリケーション、これを使いますと、オンラインで個別学習や共同学習がリアルタイムに行えますので、これを活用しながら授業を行う方が無理なく効果的であるというのが多くの教員の意見でありまして、現時点ではこうした形でのオンライン授業を主に、テレビ会議システムの活用とも組み合わせながら子どもたちの学びを保障してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。小林議員。はい、オンライン授業の検討というところでいくと、非常にアプリを活用したところを最適に活用されていることを理解できましたし、朝の会ですね、健康観察の際にオンライン、要はテレビ会議を使った活用がされているということも理解ができました。はい、本当にオンライン授業を検討される際には、生徒、児童、そして教職員の声というものも今も聞いていると思いますが、幅広く聞いてもらいながら、より効率的かつ効果的な ICT 機器の活用というところをお願いしておきたいというふうに思います。また、近隣市町の状況把握、あるいは先進事例の研究を重ねていただくとともに、最終的には光市が近隣市町を ICT 領域において牽引できるような立場になっていただきたいということもお願いをしておきます。それとすみません、もう一点、長期にわたるコロナ禍での生活等が影響し、不登校の児童生徒が全国的に増加をしていますが、光市における不登校の児童生徒数をお示しをください。選考議員の答弁の中で不登校児童に対する支援状況ということをお聞きし、子どもたちの置かれている状況に応じた学び場光、遊び場光、学校での個別対応など確実に支援の輪が広がっているというふうに私は感じました。これらを踏まえて不登校の児童生徒と学校との絆をより深めるためにオンラインによる授業や面談等が必要と考えますが、見解をお示しください。伊藤教育部長。はい、まず本市における小中学校の不登校の児童生徒数のお尋ねでございますが、これは公表している直近の数値としては令和2年度の数字でご紹介させていただきます。小学校16名、中学校54名というふうになっております。次にオンラインによる授業や面談の必要性等についてでございますが、これはですね、不登校児童生徒の中にはむしろ直接的ではなくですね、
少し距離の置いたコミュニケーションの方が抵抗感が低くやりやすいという子どもさんも多く見受けられるんですね。ですから、まあ、こういったオンラインによる面談というのは必要性あるいは有効性も私は高いのではないかなというふうに感じております。で実際にすで、に、学校ではですね、いろんな取り組みが行われてますけど、例えば教師が撮影した学校や学級の取り組みの様子をタブレット端末を用いて自宅にいる児童生徒と共有したり、教師が用意した授業支援アプリケーション上に、アプリケーション上のワークシートや日記を用いて児童生徒と筆談するというような取り組み、あるいは教室での授業の様子を撮影して相談室等で学習している児童生徒に配信したりといったような事例が市内であります。今後もですね、こうした不登校の児童生徒に対する支援を研究、そしてまたいろいろなケースで実践してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。小林議員。はい、令和2年度における不登校の児童生徒数というところが小学校で16名、中学校で54名ということが理解ができました。でまたその不登校児童の生徒の状況に応じてさまざまな支援が行われている。例えば動画を撮影で、授業の風景を撮影して、やっぱりその一緒にいるということをこう思わせるというか、そういうことも行われていますし、ワークシートを使った筆談、こういうものが非常に必要だと思いますし、そういうことを通じて、しっかりと学校現場と生徒との距離というものをぜひ縮めていっていただきたいというふうに思います。子どもたちが安心をして学び続けられる教育を構築するためには、タブレット端末等を活用した ICT 教育は避けては通れない道です。一方、これまでの日本の学校現場で実践してきた対面での教育は、今後さらに私は重要度が増していくと思っています。まあ、その理由の一つに、急激な時代の変化に伴って、子どもたちの置かれている環境が著しく変化し、一部の子どもたちはその変化についていけない状況が一部見受けられます。まあ、そのような時、教師一人一人が子どもたちのことを温かく見守り、時には背中を押してあげるなど、子どもたちの状況に応じたきめ細やかなフォローをお願いします。これは AI をはじめとするデジタル機器には絶対に真似できないことであり、人間の強みだと私は思っています。したがって対面での教育を前提とした ICT 教育のさらなる充実を図っていただきたいと思います。コロナ禍での学校生活において子どもたちの安全をより高めるためにさまざまな制限が設けられています。新型コロナウイルスの動向を注視しながら、これらの制限の妥当性を必要に応じて検討していただきたいと思います。それではこの項を閉じます。伊藤教育長。それではご質問の2番、コロナ禍における部活動と今後の展望についてお答えをいたします。まず1点目のコロナ禍において部活動を安全に行うためのルールについてでありますが、部活動の実施にあたっては文部科学省の学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルに示された部活動の取り扱いを踏まえて対応することを基本としています。このマニュアルでは地域の感染状況に応じて感染レベルをレベル1からレベル3までの3段階に区分した上で、区分ごとに行動基準を定め、レベル1の地域では可能な限り感染症対策を行った上で通常の活動を行うこと、レベル2の地域では可能な限り感染症対策を行った上でリスクの低い活動から徐々に実施すること、密集する運動や近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い活動、向かい合って発生したりする活動の実施は慎重な検討を行うこと、
レベル3の地域では可能な限り感染及びその拡大のリスクを低減させながらなるべく個人での活動とし、少人数で実施する場合は十分な距離を空けて活動すること、密集する運動や近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い活動、向かい合って発生したりする活動は行わないこととされています。なお本市における今年に入ってからの状況を申し上げますと、1月7日に感染レベルをレベル1からレベル2に、さらに1月14日にレベル2からレベル3に引き上げた対応を行ってきたところです。また部活動には感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動に類する活動が多く、生徒の安全安心を守る観点からその実施等については市内の中学校長会との協議等も行いながら慎重に判断し、感染が急速に拡大した1月11日から数日間、またまん延防止等重点措置の期間延長に伴い1月25日から2月20日までは見合わせることとするとともに、部活動を実施する場合も感染が拡大している地域への往来や感染が急拡大する局面においては各種大会やコンクールへの参加等移動を伴う活動について自粛するよう求めてきたところであります。次に2点目のコロナ禍における部活動の課題でありますが、議員ご指摘のとおり部活動は体力や技能の向上のみならず、強化学習とは異なる集団での活動を通した豊かな人間形成の場であり、多様な生徒が活躍できる機会ともなっています。しかしながら部活動の多くが密集する運動や近距離で組み合ったりする場面が多い活動や向かい合って発生したりする活動などリスクの高い活動であり、また異学年集団で行うことの多い活動であることから、万が一の場合には複数の学級や学年にまたがって感染が広がる可能性も高くなります。こうした中で子どもたちはさまざまな制約を受けながらの練習を余儀なくされていますが、感染防止対策の徹底を図りながら子どもたちの健康安全を守ることを第一に考慮した上で、本来の部活動の意義や目的を見失うことなく、いかに工夫をしながら活動を進めていくかが現下の課題となっています。最後に3点目の休日における部活動の今後の展開についてであります。議員からは現在県内でパイロット的に休日部活動の地域移行に取り組んでいる自治体の状況についてのお尋ねがございましたが、その前に現在の国、県の動向についてご説明をさせていただきます。まず国においては令和3年8月に運動部活動の地域移行に関する検討会議が設置され、有識者、地方自治体関係者、学校関係者、スポーツ関係者による会議が行われています。地域における受け皿の整備方策、指導者の質および量の確保方策、運動施設の確保方策、大会の在り方、費用負担の在り方などの検討を順次進め、令和4年5月を目途に提言が提出される予定となっています。なおそれまでに議論が終了しない場合は第一次提言として取りまとめ、残りの検討項目について検討した後、令和4年度中に最終提言を提出されることとなっています。また県におきましても令和3年10月に山口部活動改革推進協議会が設置され、今月開催された第2回会議では実践研究拠点地域に指定されている防府市および周南市の2校の本年度の報告がなされたところであります。防府市からは人材バンク登録を活用した人材確保を行うことにより、
地域指導者の指導によって競技力が向上したこと、また周南市からは大学と各種競技団体を活動の受け皿として誰でも参加できる活動、地域の居場所となる活動ができる体制を整備していることが報告されました。一方、見えてきた課題としては、両市とも指導者の人材確保、費用面での負担、各種大会の在り方、関係者の理解と協力等を挙げています。また障害スポーツの視点と競技力向上の視点を担保できる受け皿の確保も課題となっています。合わせてこの度の会議では、国あるいは県全体が同一歩調で進めなければならないこと、各市町や競技団体等が検討することを早急かつ慎重に整理した上で、現状でできることと困難さがあることを洗い出し、取り組みを進めていく必要があるといった意見も出されており、このあたりの課題が改めて浮き彫りになってきています。本市におきましても、来年度から教育開発研究所において部活動の段階的な地域移行について調査研究を行うこととしていますが、今後示される国の運動部活動の地域移行に関する検討会議の提言や、山口部活動改革推進協議会での協議、さらには実践研究拠点地域での取り組みを参考にしながら、本市の状況を踏まえたより良い方策について研究を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。小林議員。はい、先ほどこのコロナ禍における部活動の課題というところで、例えば向かい合って行う競技、あるいは異学年が交流するリスク、そういうものをお聞きをしましたが、例えばそのような課題に対してどのような対策を講じておられますかということでお聞きをしたいと思います。伊藤教育長。まずはですね、安全に行うことができるよう、これは先ほど申し上げたもの、その他にも用具等については生徒間で不必要に使い回しをしないこと、あるいはですね、物質等の利用についても短時間の利用として一斉に利用することは避けること、こうしたことをですね、学校全体で徹底していくということが何よりも重要であります。それから活動の内容につきましても、判断の難しいものであれば部活動担当教員だけで判断することをせず、部活動の担当者だけで判断することをせず、管理職が把握して学校として判断すること、このように各学校に対して働きかけているところでありますし、校長会等を通じて学校間での情報交換を行いながら、取り組みやより良い方策などについて互いに情報提供し合うことにより、非常に難しいんですけれども、コロナ禍におけるより良い取り組みというものを進めていこうとしているところであります。以上でございます。小林議員。はい、コロナ禍におけるその課題に対してしっかり対応されているというところと、やはりもう少し素晴らしいなと思ったところがですね、やはり部活動の担当の責任者だけではなくて、学校全体としての見解を求めて、そこからしっかりと対応されていることでよく理解ができました。すみません、あともう一点です。部活動は多様な生徒が活躍できる場であり、豊かな学校生活を実現する役割を担っています。しかしながら家庭の事情等により部活動を参加したくても参加できない生徒が一部見受けられます。また一部の学校では限られた競技しかなく、自由に競技を選択できない状況が続いています。これを踏まえて、誰もが安心して部活動に参加できる環境の整備が必要と考えますが、見解をお示しをください。伊藤教育長。はい、議員ご指摘の通り、部活動はこの活動を通して人間関係の構築を図り、自己肯定感や責任感や連帯感の寛容に資するなど、本当に多様な学びの場として教育的意義が高いものであるというふうに考えております。各中学校においてもですね、可能な限り児童生徒が希望する部を
維持したいというところはあるのですが、生徒数の減少によって、各部にこの人数が分散してしまうと、今度は大会等への出場が難しくなるというようなことが出てまいりまして、現在の部活動数を維持しているというところでございます。それから家庭の事情等によりというお話、家庭の事情等によりというお話もありましたが、これはですね、さまざまなケースがあるんだろうと思います。何よりも子どもの思い、それから保護者の方の考え方をお聞きしながら、より良い解決策を共に考えていき、やはり子どもがやりたいと、頑張ってみたいと思うところへですね、で取り組めるような環境を作っていくことは本当に重要なことだと思ってます。私どもとしましては、先ほど申し上げましたけれども、令和4年度から部活動のあり方について教育開発研究所で研究を進めてまいりますので、このあたりも含めながらですね、総合的に本市におけるより良い部活動の環境づくりというものを検討していきたいというふうに考えております。以上でございます。小林議員。はい、部活動を取り巻く環境というところと今後の方向性についてよく理解できました。その上で生徒の皆さん、そして保護者の人たちとしっかりと向き合って、どのような再現策があるのかという模索をしていく、大変素晴らしい姿勢だと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。私自身、部活動を通じて多くのことを学びました。激動の社会を乗り越えていくための忍耐力、また一つの目標に向かって仲間と共に挑戦をし続ける愚痴の精神、さらにお互いを敬う連帯感など、お金では買えない貴重な経験をし、それこそが今の私の原点にあります。新型コロナウイルスの感染拡大により部活動が制限をされ、子どもたちの貴重な機会が失われることは大変残念で仕方ありません。今後の新型ウイルスの動向にもよりますが、可能な限り子どもたちの部活の機会を作っていただきたいと思います。それではこの項を取ります。永田市民部長。それではご質問の3番目、誰もが安心して暮らし続けるための人生設計の構築についてのうち、市民部所管部についてお答え申し上げます。まず1点目の充実した人生を送るための生涯学習機会の提供でございますが、本市では今年度第3次光市生涯学習推進プランを策定いたしました。本プランの基本理念は、市民一人一人が自らの創造性を発揮しながら生き生きとした人生を享受している理想の将来像、豊かな社会の実現に向け、すべての市民に活躍の場があり、元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らせる社会の実現を図り、学びを通し、仲間や地域の輪が広がる循環型学習社会の構築を目標に、夢、笑顔、絆で紡ぐ学びの輪としております。また、この基本理念を実現するため、3つの基本方針を学ぶ、生かす、進めるとし、各施策の方向性についてプランの中でお示ししておりますが、基本方針1の学ぶにおいては、生涯学習は市民一人一人がその自主的、自発的意思に基づき、生涯にわたって行うことができるよう、SDGs の視点から、市民が自らのライフステージに合った生涯学習活動ができるよう、環境整備に取り組むとしております。こうした基本方針に基づき、生涯学習センターでは、市民のニーズや時代のトレンドに応じた各種生涯学習講座を開催しており、一昨年は県の金融広報アドバイザーを講師に招き、相続と贈与、キャッシュレス時代との付き合い方といった財産やお金に関する講座もプログラムに盛り込んでおります。今後は人生における問題や課題を解決し、目標を達成しやすくすることや、自己責任の時代を生き抜くためにはどのような備えが必要かなど、銀王瀬のライフデザインに関する市民の関心も高まってくると思われますので、例えば資産運用といった
テーマについて、ファイナンシャルプランナーの話を聞くといった意識啓発を目的としたプログラム等についても、講座のメニューとして検討してまいりたいと考えております。次に2点目の退職後の価値観を考える機会の提供についてでございますが、第3次しかりし障害学習推進プランの基本方針に生かすにおいて、地域のつながりの希薄化が進む中、人と人とが支え合う地域づくりを推進するためには、学びを通じた仲間づくりや交流の促進を図るとともに、多くの人が地域づくりや町づくりに関わっていくことができる学習機会や交流活動を促進する必要があるとしております。今後、新型コロナウイルス感染症の影響で希薄になった地域コミュニティの再生に向けては、例えば退職者の地域デビューを促進する取り組みについて、どのような方法があるかなどについても研究してまいりたいと考えております。また基本方針3、進めるにおいては、学びの成果の、受け皿となる、身近な地域でのボランティア活動や NPO 市民活動団体等の情報について SNS 等により受発信していくことで、地域に対する個人の能力や知識の還元を促し、地域コミュニティの活性化につなげるとしており、この能力や知識の還元の一環として、障害学習サポートバンク登録者を講師としたセミナーを毎年開催しております。今後は金融大勢の退職後のセカンドライフを満喫している方々の体験談や、これまで身につけてきた知識、技能といったものを地域に生かすことができる機会の創出などについても検討してまいりたいと考えております。以上でございます。太田経済部長。こんにちは。続いて3点目の労働者の能力向上につなげていくための学習機会の提供についてお答え申し上げます。一般的にキャリアデザインとは、仕事を通して自身のなりたい将来の姿を描き、そこに向けて職業人生を主体的に設計し実現していくこととされております。議員からはこうしたキャリアデザインを市民の皆さんが考える機会についてのお尋ねでございます。一概にキャリアデザインと申し上げましても、非常に幅広い概念でございまして、さまざまな観点からの取り組みがキャリアデザインを考える機会の創出につながってまいります。本市における取り組みの一例を申し上げますと、大規模工場の閉鎖を契機に平成25年度から実施しております光市雇用の日メッセージフェアは、働くことをテーマとしたどなたでも参加いただけるイベントでございまして、とりわけ市内の中学2年生はキャリア教育の一環として参加し、将来の職業選択に向けた情報発信の場ともなるなど、子どもたちのキャリアデザインの基礎を形作る貴重な機会となっており、令和4年度も実施する予定としております。またこの度新規事業としてお諮りしておりますインターンシップ促進事業も、本市での職業や職場を体験する機会を拡大し、地元就職の選択肢を広げようとするものであり、若者などが自らのキャリアについて考えるきっかけの一つともなることが考えられます。この他にもシルバー人材センターへの運営支援を通した高齢者の就業の機会への確保をはじめ、本市も負担金を支出しております山口県労働協会や周南若者サポートステーション、さらに厚生労働省山口労働局やその他さまざまな主体が実施するキャリアデザインも含めた労働に関する各種の相談窓口や講座、セミナーの周知啓発といった情報提供など、多様な角度から市民の皆さんが働くことについて考える機会の提供にも取り組んでいるところでございます。いずれにいたしましても、ウィズコロナ、ポストコロナ時代において、こうした機会の創出は今後ますます重要なものとなってくると考えており、市といたしましても議員仰せの趣旨を踏まえつつ、引き続き関係機関との連携を図りながら、さまざまな施策に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。小林議員。はい、まず最初の障害学習というところでおきますと、例えば市民のニーズ、時代のトレンドというところをしっかりと捉えながら、昨年については
キャッシュレス時代と向き合う対応ということで講演をされたというふうにお聞きをしました。本当にこのキャッシュレスというものは全国的にも広く浸透していますので、このような取り組みは非常に必要だというふうに思っています。でまたライフデザインについてもファイナンシャルプランナー、いわゆるそういう専門家の知識を得ながらそういう検討もしていくということも聞きましたので、非常に前向きに捉えていただいたことに対してありがたい、感謝したいというふうに思っております。はい、やはりライフデザインを描いている人と、そうでない人においては、人生の幸福度に少し違いがあるというような報告もございます。具体的には自身のライフデザインを明確に描き、その目標達成に向けて研鑽をし続けることが人生の幸福度を向上させ自身の成長を促すとも言われています。しかしながら日本人の大多数が自身のライフデザインを描けていない状況が一部見受けられています。先日さまざまな職種の方々とライフデザインに対するすり合わせを行いましたが、参加者のうち3割の方しか自身のライフデザインを描けていませんでした。では7割の方はなぜ自身のライフデザインを描けていないのでしょうか。そもそも興味がない人も見受けられましたが、よくわからないので考えられないがそのほとんどでした。裏を返せば学習の機会があれば興味を持ちライフデザインを描くことにつながると感じました。先ほどの答弁の中でもありましたが、ファイナンシャルプランナー、いわゆる有識者の専門家の声を聞くことによって自身の啓発にもつながるということもありますので、ぜひその辺についてご検討をお願いしたいというふうに思います。また自身のキャリアデザインを描くことで自身の強みと弱みを把握することにもつながります。自分の強みをどのように伸ばし弱みをどのように克服するかを考え、さらに実行に移すことにより自身の成長につながると私は思っています。私自身20代の頃は自身のキャリアに迷い漠然と会社生活を送っていた時期がありました。しかしながら自身の目標を掲げてそれに向かって努力し続けることにより会社生活は大変充実してきました。このような経験を一人でも多くの方に体験していただきたいというふうに思います。少し再質問について少し準備をしておきましたが、時間の関係上少しそこは委員会の方で確認させていただきます。令和という新たな時代が幕を開けました。平成という約30年の時代を経て社会は大きく変わり、人の価値観や行動も大きく変化をしました。進学や就職、結婚、出産といった人生の節目となるライフイベントの在り方や考え方も大きく変わり、それまでの一様な形から多様な形へと変化をしています。このように多くの選択肢が広がった時代は個人にどんな影響をもたらすのでしょうか。最も重要なことは自分で選択する必要が出てくるということです。選択肢がなければそこを進むしかありませんが、選択肢があれば選択する必要が出てきます。さらにその選択肢が広がれば自分にとって何が重要かを自覚しておかなければなりません。言い換えれば自覚的に選択基準を明確化しておくことが必要となります。人生100年時代と言われている中、不確実で先が見えない現実があるからこそ自分の人生を少し長い軸で想像し逆算しながらさまざまなライフイベントを描いていく必要があると思います。それこそが納得できる人生を送るためのヒントになるかもしれません。今回の一般質問を通じて市民一人一人が自身のライフデザインを考える機会につながればと思っております。これをもって私の一般質問を終了します。ここで暫時休憩いたします。再開は進展をもってお知らせいたします。なお、再開は午後1時を予定しております。